こんにちは、アスカです。今日は台湾カステラというものに挑戦します。今目が左に向いたのは今日はちょっといいところでコロッケを買ってきたので目が左に向きました。それではスタート。今日のあるあるは、今さっきまで言うこと考えたのに忘れました。思い出しました。なんか暇な時に自分の手とか足とかをなんか見ちゃう。自分の手相とか見ちゃう。なんかお手洗いに並んでる時とか自分の手相を見て、うわ頭脳線短いとか思っちゃう。あるある。はい、久しぶりの卵白と卵白、卵黄と卵白分ける作業、難しいですね、これ。はい、卵白の方にこのグラニュー糖って書いてあるけど、砂糖を入れます。そしたら最後に混ぜ合わせるみたい。もったいない、こういうのもったいない。まず1個目はですね、なんか地球グミ、ハロウィンの目玉グミがのガチャガチャ、当たるガチャガチャがあってね、1回したらプリキュアのガチャガチャが当たりました。缶バッジですかね。今プリキュアってね、いっぱいいるから勉強したいと思います。はい、次はポルスイレナーダ、レッド、ブルー、イエロー、グリーン、パープルのパープルが当たりました。あ、見えてない。はい、こんな感じ。はい、びっくりした。キーホルダーになってますね。こんな感じです。ざっとこう綺麗ですね。はい、ピンポン、マジでピンポンダッシュって書いてあるけど、オフホワイト、グレー、ブラウン、シルバー、シャンパン、ゴールド、クリアのシャンパンゴールドが当たりました。マジでピンポンダッシュってこういうことだ。なんかミニカーみたいになってるとはならない。なるほど、これも飾ります。一生突然ね、にぎやかガチャガチャ紹介でした。はい、いつもパウンドケーキ型でなんかお菓子作るときそのままフォークで食べてるんで、たまにはおしゃれにおしゃれじゃない、断面切ってみました。いい感じ、まさにカステラ。はい、じゃあ熱々ですが味も固まって、熱々ですか、味見します。ふわふわうまうまでした。明日の朝ごはんにします。バイバーイ。